目をつぶり鈴の声を聞いてやるといい。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。何があった？賊どもが平田屋敷に巫女様を急ぐのじゃ。今は幾年だ？何をおかしな。教えてくれ。流線詣での年であろう。流線詣、3年前か。どういうことだ。武士殿は古い記憶と言った。何も覚えてはおらぬが、これは過去ということか。流線詣、3年前か。どういう武士、何これは。そこのお主、キラキラ光る宝鯉の鱗、それを持てば存分に褒美を取らそうぞ。今度は鱗。
なんだ。お前さ、勘が戻ってきたようじゃな。ちっとは忍びらしくなってきたように見える。とっておきな。これは忍びの技じゃ。侍には真似できぬ忍びの戦う術が書いてある。まあどうするかはお前さん次第よ。戦う術など忍びだけでもあるまいて。戻ったか。あれはそれとも誠にあったことなのか。さてな、夢かうつつか、わしにも定かなことはわからん。一つ言えるのは、仏様はお前さんの古い記憶を起こしてくださっているだけじゃ。お前さんがどう思い、どう覚えていたか、すべてはそれ次第じゃ。見るものすべてが正しく起こったことかはわからぬ。そういうことじゃ。わしがご応募、お前それで牙の形をせいぜい任務を探すこった。乗りかかった船じゃ仕込むことだけは知って。
き筒とはよく言ったものよ。兄貴、次はこのお堂ですかい？いや、そこはいい。次に行くぞ。剣道、供え物でもあれば十三様に。やめんか。仏様には手出し無用。何度言えば分かるんだ、タコが。
怒らないでおくれよ兄貴。タコでごめんよ。お前さん、何か言おうか。その忍び義手、随分と腕に馴染んできたようじゃな。お前さん、これを取っておきな。これは？お前さんの牙で、どう噛み殺すか、それが書いてある。要は、忍び義手を使った戦いの術じゃな。わかった。まったく、義手の忍び技など、もはや無用と思っておったが、わからんものよな。ではな、また。
よう旦那、あんたも火事場泥棒ですかい。旦那は見たとこ忍びですかね。何か探し物でも。まあ何にせよここはあっしが先に見つけた場所でさ、よそをあさってください。ああそういえばどっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ、きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。あっしならそう思いやすね。ねえ旦那、よそはどっかの崖上に。こそと隠れてんのは分かってんだ。おとなしく投降しないと痛い目見るぞ。聞こえてんのか。ああ誰ですか。族ではない。あなたは若様の。あ、よかった。忍び殿、族どもの目的は若様です。あやつらはすでに竹林坂上にいたり、お屋敷に火をかけています。若様の脱出もかなわなかったご様子。お願いです、忍び殿、若様をお救いください。これをあなたに託します。どうかお役立てを。承知。若様はまだ竹林坂上の忍び殿。どうか動かないでください。傷に触ります。いや、行かねばならぬ。族どもの中に忍びなりの僧兵が混ざっている。あれは手だれよ。どうしても私が行かねば。無理です、この傷ではとても。お主、若様の忍びじゃな。肝心な時におらぬ、とんだ役立たずめ。いや、もしやお主族を手引いたのではあるまいな。さもなくばこの平田屋敷がこうもあっけなく落ちようものか。そうよ、そうに違いないわ。いねえ、裏切り者はいねえ。
どのよ。俺はひとたび死んだが、巫女気づけば。ひとたび死にならば、それは改正でしょう。改正。クロウ様の流因の巫女の力と言われ、改正の力を与えられた者は幾度でも。バカな。ですが、また変わったことがあれば、し改正の力が。狼殿。では。多く白いあざは生まれつきではならば、あるいは、うん、では旦那、待ってましたぜ。いただいた銭を元手に品を仕入れやし、さ、買っていってく。情報を買おう。お買い上げ。ああ、忍びの道具の情報を頼む。あっし、すげえ勢いで火が出る筒、平田屋敷の押し入りの時、ボーってな調子で、すげえ勢い持って。え、それならば。おお ところで旦那。ああ、足はね、このアシナはいつ滅びるかもわから、つまりなり、そこで一つ頼みがあり。なんだ。アシナの侍どもが今欲しがっているものは何。そいつがわかれば、アシナの侍ど、旦那は忍びだ。敵方から情報を仕入れるいい耳をぜひお願いしやす。いかがかね。くよ。さよう。死者たちのご冥福のため、し、見たところあんたも、ずいぶんと殺しておる。ご供養していきな。その任務、この辺りで、奴らいかに賢くとも、ひどいことはせぬもの。
Thank you.